お疲れ様です。負け作14日目やっていきたいと思います。ということで早速ね14日目やっていくんですけど、なんとねセールが来ました。はい、美味しいです。であとコメント欄で気づきましたね、左上の王冠の宝箱があるっぽいので、まあ、それも開けていきたいなと思います。さあ適当にね宝箱開けていきながら、だから今日でメガナイトがねユニレベル上がります。たまたまウルトラは来ないと。あと1枚でメガネと11位になるんですけども、もうこのセールのワイルドカードで、はい、もう絶対11位にできるんでね。さあ、とりあえずセールを買いましたと。で、先に左上の宝箱から開けるか。これで確実にできるんですけど、ワイルドカードでね。宝箱から出て損はないので、さあ、こちら開けたいと思います。頼む。これメガネってきたらガチで普通に熱いね。ワンチャンチャンピオンは出ないですね。はい。ダルビ14じゃなくて出ないので、バルキリーいらないっすね。これ、マスケとかだったら美味しかったな。ちょっともったいないね。さあ、バルーンか。いやー、これはバルーンを使えってちょっと言われてる気がしますね。さあ、ラスト、ウルトラ。これ、メガナイトだったらガチで熱い。あとは逆にダメ。あー、ディガーかー。まあ、いらないっすね。メガナイトディガーにするつもりはないので、ということで、ワイルドカード使ってメガナイトね、11位にします。はい、来ました、メガナイト11位。これやばいね。絶対負けないやん、こんな。そしてなんと僕、こっちに秘伝書がね、あります。なので、もう使っちゃいます。はい、12です。はい、メガナイト12。やば。ガチでやばいね。お、もしかして?おい、タワルベが上がんのか思った。上がんなかった。で、ここのね、パスのセールがあるので、これで秘伝書、はい、預かります。なので、まあ、このパスを使えば、あ、持ってない持ってない。13レベルにできますね。はい、ワイルドカードちょっとここにも使っちゃいますね。さあ、これでマスクのレベルが10。で、スーパーレアのね、これ60枚あるんですよ。やばくないですか ?60 枚でゴブリンバレルは、もうカンストの雪とかザップとかに、やっぱ13レベルでもね、1個上に多分しばかれるんで、できないんですよ。ってなった時に、スーパーレアマジでタルババか、もうバルーンぐらいにしかね、タクがないんですよね。で、マジメガナイトバルーンはね、結構ありだと思うんですよ。そう。いや、悩むな、これ。60枚のワイルドカードの使い道、ガチで大事。タルババ12にするものも、まあ、ありなんだけどね。だって、ぶっちゃけデッキ自体で考えると、こんな感じですね。はい。ゴブリンバレルがバルーンになって、まあ、プリンセスがぶっちゃけいらないので、まあ、そこをやっぱこのデッキノーマルちょっと少ないんでっていうので、コウモリ変更とかかな。なんで、まあ、こっからこっちのデッキにシフトチェンジをするかどうかなんですよ。そう、ラムライダーとかあれば、マジでラムでいいんだけど、やっぱラム持ってなくて、メガナイトのユニレベル上げるってのは、ラムとか上げる余裕ないんでね。やばい、ガチで悩んでる。マジで、墓石とか入れてるから、意外とこのゴブリンバレルとのね、相性もいいんですよね。いやー、でも悩むな、マジで悩むっすわ。どうしよう。いやー、なんかめっちゃ悩んだんですけど、結局やっぱバレルでいきます。なんかバルーンいいなと思ったんですけど、やっぱバルーン加工されて、施設引いただけでね、結構きついなって思いましたね。で、ゴブリンバレルはね、どうだ、格上にあんま刺さんないとかあるかもしれないんですけど、バルーンよりはマシかなって風に思いました。バルーンかバレルの2択でぶっちゃけね、他の候補が言ったら結構ないので、まあ、そう考えるときに、バレルかなって思いました。なんで、バルーンをあげます。バルーンじゃない、バレルね。やっぱバルーンの一発の重みがないのがね、個人的に辛いかなって思いましたね。さあ、行きましょう。ゴブリンバレル、爆上げです。多分11レベルまでいけるかもしんない。さあ、10にしてからの、ここにあるワイルドカード全部使って、11。え?えぐくね?多分ガチで負けないわ。いや、メガナイト枯渇だね。今回プリンはね、マジでコウモリでもいいかなと思ってますね。ワンチャン好きがコウモリか。どっちかコウモリにしたいですね。ちょっとコウモリ育てます。はい、やっぱメガナイト14に向かう上でプリンもね一緒にレベル上げるのはきついかなと思ったんですよね。まあ枯渇だから別にプリンでもいいかなと思うんですけど、さあ悩みながらのコウモリを8にして、こっからも報酬回収しまくってね、多分全体的にガチでそうレベルお化けになるっすね。これ多分マジでやばいっすよ。30ぐらいまで拾えんのかな。ほぼほぼ回収できるんで、たまたまウルトラレア降ってくると美味しいな。たまたまね、マジで。あー、スキンか。可愛いんでこれにします。だから僕開けながら、あー、ウォールブレイカーとかか。あー、この鍵いる?お、ぶっちゃけ鍵いらないんですよね。お金になってもいいけど、お金もいらないからな。鍵使わないともったいないですね。さあ、コウモリ9、ファイボム9、レベチだな、今回。で、これも捨てます。はい、いらない。可愛いスタンプもゲットしました。
さあ一旦ね、開けれるところまで全部開けるとこんな感じになりましたね。はい、えぐいです。レベルがもう一気に高くなりました。ワイルドカードも今全部使ってこの状態ですね。で、秘伝書ももう使うときないと思うんで、これもうメガライトにね、さあ使っちゃいます。さあこれ13です。えぎー、やばすぎる。これ絶対負けないっしょ。これやばくないですか。メガライトだけ13暴走です。あ、これターレベ上がっちまうわ。これやばい。やら、いや、あげなきゃよかったかも。やった。ターレベ上げると相手もこう上がる、ターレベが高いのと当たるんでやばいです。敵も強くなるんですよ。これやったな。多分上げなくてよかったかもしんね。12でもっと無双してからでもよかったかもね、ワンチャン。まあ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 、そんぐらいは強化。てか、クラロワパスがやばすぎて、マジパス欲しいね。絶対買った方がいい。ガチでお得です。さあ、左の宝箱アンロックされたんで、これで、もうウルトラのワイルドカードぶっちゃけいらないっすね。うん、20枚もメガネってあげれないでしょ。いや、だからここのウルトラ欲しいカードなんだろう。ぶっちゃけないです。ぶっちゃけないけど、メガネだったらなえる。あー、プリンか。一番いいかもしれない。最悪プリンが上がれば、どっかにプリンセスね、ぶっこんでもいいかもね。さあ、ということで、レベチデッキ完成したので、もうこっち、もうほぼ最後までこれでいきます。まあ、若干なんか数枚変えるのはあるかもしれないんですけど、ほぼほぼこれでいきます。よろしく。さあ、タワーが可愛くなりましたよ、もう。クリスマスっぽくね。全然時期違いますけど。さあ、アーチャーはね、あれっすよ。もう引きころ案件。さよならー。よし。いや、やばい。ガチで強い。普通にただの隠した狩りするかも。いや、メガナイト13もやばいけどね。なんかやっぱメガナイトコウモリとかの形が強いから、ここの組み合わせが結構いいと思ってますね。やば。なんかもう、ずるになるね。で、この辺だと、なんかね、ボットもいるっぽいんですよ。で、ボットっぽいやつはね、こんな感じでどんどんスキップしていきたいですね。はい。いやー、急にね、急に余裕になりましたね。メガナイト13な、ガチで強いんですけど、その、メガナイト高いのはいいんですけど、別にメガナイトって、メガナイトでタワー折れないんですよ。まあ、前回折れたんですけど、基本メガナイトではやっぱダメージがある程度入るのは入るけど、タワー落とすまでは多分いかないので、まあ、しっかりこのコウモリとかゴブリンバレルで、確実にダメージをね、まあ、メガナイトコウモリとか、メガナイトゴブリンバレルで、まあ、攻めていかなきゃって感じかな。なんかメガナイトに頼りすぎてると、まあ、守れるは守れるかもしれないんですけど、そう、相手のミニピッカとか、バレキリとかいると、結局ね、タワー折れはしないかもしんないよねっていう。いや、でもレベル差、えぐー。この形、バが強くね。これやばいよね。さあ、メガナイトコウモリバレル。いや、俺のしたかったね、形はこれっすよね。さあ、決まってく。相手がウッド持ってたら、持ってたで、まあ、ゴブリンバレル刺さんないけど、コウモリが刺さる。で、逆にザップ持ってたら持ってたで、まあ、コウモリがね、行かれるけど、ゴブリンバレル刺さるよというので、このバレルとコウモリのね、この組み合わせが熱いね。いや、マジでやばいかもね。てか、クラロワパスが美味しすぎるわ。うん。てか、ワイルドカードだね。ワイルドカードがもうぶっ壊れすぎて、ユニレベこんな上がんないかったんですよ、前回。そう。だから、これあったら余裕かもしんないね。今回、ガチで。6000いける？ガチで歩くないこれ。さあ、大体のタワーレベルもね、やっぱ8とか9とかね、10とか11当たんないですからね。そう、もうゴーリンバレル飛ばすだけレベル11で格上ゴリラ。いや、やばいよ。あ、さあ、バルーン来た。バルーンはちょっと嫌だ。で、ワンチャンザップが？ザップ来たら5でもいいか。あ、OK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 。やっぱプリンセスだったらね、その、攻めではいいんですけど、なんかこう、防衛でね、バルーンとかやっぱ片一気に輝かないので、コウモリ採用って感じですね、僕は。よいしょ。あと、メガナイトの組み合わせも強いよねっていう。いやー、墓石もあるんで、しっかり格上のエレジアイであったり、ゴレジアイ、ロイジアイ対策も、さあ、バッチリですよと。いや、いいね。これ、スケダキ許容で。いやーでもちょっとレベル高えなー。ゴブリンバレル10は今まで出会ってきた中でもトップレベルに高いんですけど、いやマジ、俺のレベル高すぎてこれズルだなー。ガチでやばい。うん。メガナイトがね、溶けねえ。13メガトロフィー3000体で大暴走っすよ。いないっすもんね。こんなとこで13メガナイト。さあ、相手のタワーレベル8。ワンパーさあ、いや、これ、余裕か？さては。
だから見たんですけど、本当かわかんないけど、トロ3900ぐらいいくと、もうボットは出ないみたいな、そう話を聞いたので、まあこの辺はね、ボットかわかんないですけど、もうユニレベのもう暴力ゲーになってるんで、お、でも感染いるわ、これ。逆にトロ3000でさ、フレンド作ってるのはレアというかね、早いっすよね。さあ、タルビ Q。まあそこは一緒でも、ユニレベはね、多分俺の方が高いんだよな。そう。多分なんですけど、俺の方がそう、ユニレベ高いっていう、なんか、そういう企画っていう。うん。そう、やっぱ負け作やってるとね、恒例になります。格下がり。いやーもう、メガナイト13これ、多分ペッカとかにもね、普通に勝っちゃうんじゃないかな。さ、ミニペッカはボコボコ。いやーでもマスケ残せたら使ったけどね。さ、ウッドでやられるものの、でも結構いいボールしますね。メガネとジャンピング。いや、13。硬い勝ちで。これやばいよね。相手もガチでびっくりじゃない。どんな課金中やねんって言われるというか思われるかもしんないんですけど、マジでパスとセールしか買ってないでここまで来れるんで、今のクララはやばいっすよね。ガチでユニレベ上げがバカ簡単になってる。さあ、これも、まあ、マスケからのメガナイト間に合うと熱いけど、まあ、それまでのこの時間稼ぎのね、さあ、天才です。さあ、墓石。で、僕がやると、キング起動しちゃいますね。オッケー！いや、完璧すぎる。で、メガナイト組んで、まあ、バレル飛ばしても打っとくるだけなんで、ここでコウモリ追加ですね。いや、これがね、ガチやばい。メガナイトマスケコウモリ、これ、いや、でもいい防衛だ。いい防衛ですけど、ぶっちゃけこれで終わるんでね。さあ、ついね、コウモリが大暴走で入ってくる。で、コウモリのレベル低いけどこれなんで、まあ上げれるともっと熱いよねっていうさ、メガネとも飛んで、オッケー、ウッドか？いや、まあ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 。いや、これ、ガチで熱いな。まあ、ぶっちゃけこのスケがね、本当になんか違うカードでもいいのかなって思うんですけど、まあ他のカード別に思いつかないのと、やっぱ高回転は高回転で強いかなっていうので、まあこれでもいい。まあ、最悪、LSP とかかな。なんか、スケはスケでいいんだけど、まあ墓石あるから、役割被るよねっていうので、そう、LSP とかにしてもいいんじゃないかなとは思いましたね。さあ、で、ここちょっと残せると熱いんだけど、いやー、ガチでやばい。ダブルメガナイト。いやー、で、マスケも頑張って、いや、これやばいな。ガチのユニレベチンパンしてる。こんなことになるとはね、俺も思ってなかったよ。そう。ういさ、かわいいヒースピスタンプ。いや、ま、それはね、どうも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 、ありがとうありがとう。いやー、そんなに褒めなくてもいいやんけっていう。で、ちょっとこのスタンプ手に入れたんで、せっかくならこれも使うか。怒りスタンプしてます。で、ま、この辺も受け取って、さ、ゴレとハンター。あ、ハンターか。いや、でもマスケの介護官でゴレも絶対使わないけど、ワンチャンのハンター。でさ、パスがね、ガチで壊れてる。いや、美味しい。ガチで美味しい。さ、全部受け取って、皆さん来ました。ウルトラレアです。いや、これ、ガチで熱くね。何が来る？ウルトラレア確定だよね。さあ、あ、ワイルドカード美味しい。マジで美味しい。さあ、来い。プリンがいいな。あ、てか、ワイルドカードなんだ。あ、なんやねん。またそれやないかい。ほんとに。騙すんじゃねえよ。全ワイルドカードやないかい。さあ、コウモリが10。だから、ウルトラのワイルドカードほんと使うとこないんで、まあ、マジプリンセスか他用にちょっと取っとく。取っとくって言ってもね、すぐゴールドになっちゃうからね。まあ、マジでプリンセスあげるかどうかぐらいかな。まあ、でもプリンセス格上に全然強くないんでね。さあ、タルビ9ですね。いや、10とかもうなんなら11もね、当たると思うんですよ。そう、だからその辺ちょっと芝居ていきたいけど、当たった時はやっぱ普通に怖いよね。そう。いや、このスキー LSP にしたいな。いやー、さすがに。やばい、横ずれてる。横ずれの。いやー、ちょっと痛い。いや、痛い。待って、普通にやばい。あー、ディガーバレルか。いや、ディガーはいらないかな。いや、スキーの枠ディガーでもワンチャンあるかな、ガチで。あー、ユニベちょっと高いね。まあ、俺13なんだけどね。ワンチャンだかな、ディガー。そしたら、どうしても攻めが入んない相手には、戦えて最悪陸の防衛にもなるっていう、どうなんだろ
いやーちょっと怖いけど、さすがにね。いやフルカウンターだ、来た。これ止まんないよね。で、柳雨とかで巻き込まれるのちょっと嫌だからな。あ、オッケーオッケー、ウッド使ってくれたんで、とどめのね、ゴブリンバレル。いやー強い。もう強いというか、もう、なんていうか強すぎる、ぶっ壊れ。やば、イニレベ落ちっすね、これ。いや、ガチでやばい、クララやめないでね。うん、これが強いだけなんだ。許してくれ。さあ、次勝てば3300だ。3300で多分アリーナ上がると思うんで、セールがね、コリアまた来て、ぶっ壊れあるっすよ。さらにね。ね、ウルトラの秘伝書的な手に入れば、ガチでその、うわ、待って。やば。13レベル？俺のこの13って相当やばいんだけど、ダクブリ13って相当やばいね。うわ、ホグ。うわ、これ待って、ガチで普通にやばいかも。ホグのダメージを抑えたいですね。ホグにガチでその、よくボコされかけてるんで僕、ホグがちょっと怖いんですよね。あー、強いジャンプ。いやー、メガライトやばい。いいね。いや、ウッド系使ってほしいなー。まあ、使われなくても一旦飛ばしてみるか。さては、ヒギワンパン。まあ、ダックプリホグ初手咲いてるんで、で、インドも咲いててコストがないっていうのもあっての、いやー、オッケー、タールベ10、ボコボコですね。まあ、ダックプリ13か。ただ、13レベルがちらほら出てくるんですかね。いや、でも3300熱いね。さあ、ということで、上がりませんでした、アリーナ。3400でした。さあ、あと3、4勝かな。で、タールベ8か。いや、タールベ8は多分ね、何があっても負けない気がすんな。てか、ぶっちか相手がレベル13、14でも、これタワレベ8で、だったら、勝てるみたいな。やっぱタワレベの差がね、結構でかいと思うんですよね。あれ、ファイボ取れねえか。ファイボのレベル上げたいけど、マスケを育てたいんですよね、やっぱ。僕このデッキ、対空、ほんとマスケ頼りなんで、マスケがいなきゃ、何も止まらないって言っても、本当に過言ではないぐらいマスケに頼るデッキなんで、マスキをね、積極的に育てたいよね。ファイボーもでも育てたいな。いや、コウモリが壊れてる。さあ、終わりましたね。グッドゲーム。まあ、なんか、順調というか、なんというか。うん、まあ、勝って当たり前になってきたっすね。ここは。オーケー。さあ、あと2勝。まあ、バレル飛ばして、そこにはウッドと。まあ、ウッド持ってるとゴブリンバレル刺さんないからきついじゃんってなるんですけど、まあ、このデッキの強みは、やっぱ回転が早いので、まあ、ウッド持ちにも2周目でゴブリンバレルを刺せるとか、あとはメガナイトプラスのコウモリでも戦えるんで、あー、ちょっとやだな。うっ！ま？ガチ？ロイホグワンパンできんの？メガナイト。これやばくない？今の。衝撃映像だよ、ガチで。本当に言ってる？ロイホグワンパン？格上だったら。えぐ？お前やばいな。あの豚だって結構 HP あるんじゃないの？いや、これマスクのもキングの持ってくか。えぐ？そんなことある？いや、ガチでやばいな。ロイホグワンパンだ。消したよね、上から。わぁ。なんか見てはいけないものを見てしまったかのようなね。さあ、ここかでは3400アリーナが上がります。相手のタワーはレベル10と。いやー、タルブ10来ましたね。いよいよ。いよいよです。タルブ10当たるのって初かな。いや、まあ、全然覚えてないよ。さあ、しめふきやは、まあ、ある程度クララやってないとやんないっすよね。ちょっと怖い。飛ばす。アイビズ Q。エイバルキリー。まあ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 、この辺はね。さ、何のデッキだろうね。相手の主軸的なのがね、分かると熱いんですけど。あー、これは勝ちましたかね。もう踏んで、どっこいしかうんだですよ。メガナイトマスケに、コウモリ組んで、あ、インドラがそう、やっぱ厄介っすね。ほんと、スケ、レスピー、説も、結構濃厚。いやー、めっちゃいい。メガナイトコウモリが、強すぎて。あー、ウッド綺麗に当たるけど、いや、コウモリが、あれ？おい。やるじゃん。強えじゃん。
ユニレベルゲーやんけ、おい。さあ、来ました。3400です。で、魔法の宝箱の報酬がね、あった気がしますね。よいしょ。いやー、これ、たまたまなんか出たらいいけど、メガナイトはもういらないっすね。ぶっちが本とかじゃないと20万集めれないんで。いやー、いらねえ、何もいらねえ、何もいらねえ、プリンセスだけは許すな。インドアとか。いやー、ウッディか。ウッドかー、ちょっと悩むけど、ロリババ11なんでね。さあ、ビリビリ警告、LSP アンロック、これガチで熱いね。です、パスか。パスも回収して、いやー、えぐーい。今日はやばいなー。幸せだったわ。こんな幸せな負け作ないよ。しかも皆さん来ました。ビリビリ警告アリーナバリューパック M ですね。てかこれセールスター今までやっぱお金だったんですけど M で買えるようになったんですね。じゃあちょっと今後も M 使えそうなので2500買っとこう。さあということで6倍お得パック。これガチで熱いね。普通に熱いね。いやお願いなんかもう何でもいい。ぶっちゃけ何でもいい。ワイルドカードは本当に熱い。いっぱい欲しい。いやウルトラのワイルドカードこれさ、マジで何に使おう。ライトラいらないっすね。エレジャイいらないけど、まあ記念に。エレスピガチで熱い。ブザー一瞬で溶けるよね。こうしようかな。さあ、ペッカとベビー、可能性はベビーかな。うわぁ、この辺、なんか、樽とかさ、バレル出たらガチ熱かったんだけど、12枚か。いや、持ってねー。ウルトラ欲しいもんないっす。ほんとにない。メガナイトはいらない。いやぁ、これ悩ませるやん。いや、ガチで悩むんすけど、マスケコウモリいるんで、インドラが今回いらないかもっすね。いや、プリンも格上に雑魚だからな。いや、今回マスケ信じるんで、ちょっとインドラいらないっすね。プリンにします。ちょっと偏るんすけど。さあ、スーパーレアは、おい、うわっ、やばっ、もうマジゴブリンバレル16枚、あっつ、ちょ、待って待って待って、来い来い来い、ここでもう一気に5枚。5枚、あ、お前最初に出んなや。いや、出るのは嬉しいんだけど、最初に出んなや。いや、タルババっすね。いや、最後タル来てるガチで熱い。あー、バルーンはちょっと使いたくなる。いやー、オッケー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 。いやー、このセールは結構大当たりじゃない？で、ワイルドカードあるから、やっちゃった。やっちゃったよ、ゴブリンバレル12。えぐいね。メガナイトバレル強すぎ。さあ、ということで。いや、やばいわ、これ。えぐいね。まあ、次は3800か。で、スプーキーターンなんですけど、余裕でいけそうな気がする。まあ、このマスケとかレアだね。レアの集めるのがやっぱ大変だから、この辺しっかり頑張って集めていきたいなとは思います。まあ、ですが、ちょっと引き続きね、このユニレベチンパンで頑張っていきましょう。いや、チャンネル登録までぜひお願いします。では、お疲れチャンネルスマートネット。